じゃあ、バンクテストいきます。バン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 ホーレ、走れ僕らのバンホーレ。いじりさん、見てますか？バン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 フォーレ、走れ僕らのバンフォーレ。中学と高校で、バンフォーレ甲府のジュニアユースとユースに所属していまして、今の選手として活躍している小林岩奈選手とずっと一緒にサッカーをやっていたんですけれども、その中学の時の監督であった今教科部長の西川さんの方からちょっとお話をいただきまして、もう一回バンフォーレ甲府で働かないかといったところで入社させていただきました。そうですね、岩奈選手とは中高も一緒、高校の通ってた高校も甲府第一高校で一緒に通ってまして、高校で行事であります強行遠足といった105キロほど歩く競歩大会がありまして、そちらを岩奈選手とずっと一緒にやってたので、そこでもこうやはり岩奈選手のこう心の広さといいますか、やはり人間性としてすごい全然僕よりはるか上だなっていうのは感じたりとかですはい、主にスポンサーさんに営業に回っています。なのでちょっと人間関係がこう山梨に戻ってきてからすごい広がりまして、そういったところでもやはり仕事の楽しさであったりとか、あとやはり自分の大好きなサッカーに関わってられるといったところで今すごく楽しい生活を送っています。そうですね、気をつけてるとことしましては、やはりこうみんながみんなサッカーが好きな人っていうわけではないので、そういった、サッカーに正直そこまで興味がない方々にどうやってこうサッカーの世界に引き込んでいくかといったところをすごい意識しながらお話をしています。今年の ACL の方に出場させていただいて、でアウェイのメルボルンの方にも一緒に行かせていただいたりとか、あとホームの国立ではこう他のサポーターさんにすごい応援されたりとか、そういったこうやはりクラブのすごい偉大さといいますか、そういったところをすごい感じておりまして、その中でもこう人脈がすごい広がっていくので、そういった点ではすごい良かったなとは思ってます。そうですね、やはりこう今ヴァンフォーレ甲府、ヴァンフォーレ甲府というか山梨県としてサッカーがちょっと盛り上がってきてるかなといったところもありますので、そういったところで、こうより多くの方々にこうサポートいただけるような体制作りであったりとか、あとホームゲームの際の入場者がもっと増えるように、そうですね、スポンサー周りだけではなくてこうサッカーをちょっとサッカー山梨県を盛り上げられるような取り組みをしてまいりたいと思っております。チャレンジですね、そうですね、メルボルンのちょっと先ほどもお話ししたんですけども、やはりこう海外に行ってすごい自分の世界観が広がったってところがあるので、その、この今冷めないうちにその気持ちが海外いろんなところに行っていろんなものを吸収したいっていうふうに思ってます。和をもって義を制すって、ちょっとこれも教科部長の西川さんから教えていただいた言葉なんですけど、どんなにこう個人が強い人がいてもやはりこうチーム力には勝てないといったところで、そういった言葉を大事にして仕事もしています。そうですね、すごいいい方ばっかりなので、なんかすごい逆に申し訳なくなるなっていうぐらいいい方ばっかりです。高原さんと井尻さん、佐々木さんと僕の一応4名で営業やってるんですけれども、もう皆さんいい方ですいつも応援いただきましてありがとうございます。また J2 リーグの方も開幕しますので、今年こそ J1 に上がって山梨県全体を盛り上げられるように頑張ってまいりますので、これからも引き続き応援の方よろしくお願いいたします。体幹鍛える時は、高校のサッカーの時にも教えていただいたやつなんですけれども、こう4点で支えるこういったオーソドックスなものをいつもやってます。こちらを一応1分は最低でもやるようにしてます。あとはそうですね、こう横向いてこうやってこう足を上げたりとか、こういったものをまたこれも1分とかやってます。一応こういった体幹をやってからスポーツ、いろんなサッカーであったりとか他のスポーツをやるようにしてます。
しりとりしようぜ。いいよ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パッパ、パルシステム。なんだよパルシステムって。え、うちに来てる生協の宅配だよ。すんごいうまいんだぜ。パルシステム。